はい、竹内です。こんにちは、こんばんは、ということで、えー、今週末の開催からもう10月ということで、はい、えー、もう秋の G1 やってまいります、スプリンターズステークス、まあ。当日にはね、開催文章もありますので、最終的な予想はまた週末アップさせていただきますが、えー、今回は対策号ということでね、アップさせていただきます。 まあその前にね、チラッとほんと1分だけ、えー、先週はね、えー、いい結果出せました、オルカマー、ジェラルディーナまず1着と、本命、ジェラルディーナしておいてよかったなっていう感じでしたね。えー、まあ見立てというか、予想にしても、レースにしても競馬っていうのは結局は、当たりも外れも全部結果論なんで、えー、しかも結果が出てもそれが原因で勝てたか外れたかって分かっ100%わかるものじゃない。ですけど、あの、 おそらく、ジェラルディーナ本命にしている人が世の中にもいっぱいいたと思います。まあ中和なでしたけどね。なんですけど、この、あの目線で予想して本命にして復活 V だって言ってた人は多分相当少ないと思うので、これはすごくね、嬉しかったですね。はい。 で、まあ、同時にね、神戸新聞杯の方も、えー、クッション時9.5条で、まあ、アスクワールドモアは全然ダメでしたけど、えー、ボルドグフースとジャスティンパレスが1着3着ということで、はい、副賞、副賞、ワイド的中ということで、まあ、11ベッド、いい感じにね、9月は終えることができました。はい、で、この勢いを持って 10, 10月、えー、頑張っていきたいと思っております。 でね、えー、しかも去年のスプリンターズステークスは私10番人気シバージョ本命ですからね。で、的中してます。えー、ピクシーナと最高1着。1着3着でした。もう生まれんだったら111倍だったんですけどね。惜しかったんですけど、はい。こんなのもあったり。えー、あとはまあ今年の高松の宮記念なんてね、えー、キルロード買ってますからね。私ね。皆さんこんなん買えるかって世の中の人が言ってる中で、いやいやいや、キルロード、まあ、いい、いいじゃん、みたいな。<laughs> これ来るでしょ、みたいな感じでね、買ってましたけど、はい。えっ、ー、と、なのでまああの、短距離のね、G1、得意に。 いや、得意なんだなって。あのね、自分の買い目とかをね、ターゲットで振り返ってみたらね、特にスプリンターズテークスよく当たってるんですよね、僕ね。はい。なので、あのー、まあ、今週もね、ちょっとあのー、頑張っていきたいなと思います、予想は。えー、もちろんそこに至るまでの、え準備ということで、まずこの第1本目対策動画の方をいきたいと思います。 まずはね、中山の芝の1200メートル、クッション値9.5以上の成績ということで、中山の芝はもう JRA が自由自在に操っている感じなので、どっちに来るか分かりませんけど、まずダイヤメジャーの成績が良いと、38投中5勝2着23着2ですね、勝率が13.2、副勝率が23.7、まあまあいいじゃないですか。はい、で一方、ロードカナロは47投中、馬券内に来ている投数は多いですね、正直副勝率に関してもダイヤメジャーとほぼ変わりません、もう誤差の範。囲なんですけど、勝ちきれない、2勝しかしていない。 で2勝して単回数11%、47%で2ってことは、もうあのやっぱ人気サイドしか勝てないぐらいの感じだったりしますしね、副賞率も低い。要するに人気サイドでも勝ち切れてないっていうところが、まず1個大きな特徴だったりします。じゃあ、クッション陣9.4以下になったらどうなるんだと。今度、ロードカナルアが18戦、まあ、4勝と、2、3着ありませんけど、きっちり勝ち切るときは勝ち切るロードカナルアが誕生すると。一方、ダイバメジャーが1勝もしていない。まあ、面白い。 クッション値って面白いなって思うようなね、結果が出てますからね。しかも、今回、そのロードカナダ3区にしても、ダイアメジャー3区にしても、割と人気ないとこですからね、今回登録している馬たち。なのでね、穴拾うには、これもね、あの活用していった方がいいなって思いますね。結果的にね、当日のクッション値の発表に合わせてやっていくのが面白いかなって思いますね。中山の芝の1200メートルのクッション値9.5以上の成績です。はいえー、逃げた馬の勝率が25%。はい あのー、まあ、いいですよね。もちろんね。クッション値が高い中でも前に行った馬がついつい行ってしまう。副勝率が44.2%。うん。鼻さえ切ってしまえば、ま、半分、約半分弱は、えー、内に残るという感じです。で、えー、先行している馬の勝率が9.6%。あの、成績はいいんですけどね。で、なんですけど、 えっとまあ、数字ざっくり頭に入れといてほしいんですけど、中段後方からでも全然ね、クッション値が高いときでも、えー、馬券内に来ていることが多いっていうこと、えー、その代わり、上がり算ハロン、1位を出した馬の勝率が11.7しかない 2>、うんえー、2位、3位。 ここに勝率で負けているというところもあります。だからやっぱ後方から行くならやっぱ上がり1位が必要だしっていうことですよね。で先行して上がり2位、3位の馬っていうところが上位に来ていると。まあ,あ、言葉で言ってしまえば当たり前のことなんですけど、あと上がり3ハロン6位以下の馬が16勝もしているっていう点ですよね。これはやっぱり前に行った馬が有利だからっていうことがすごく出ている数字になっています。 で、この中山芝1200メートル、クッション値9.4以下の成績、まあ、こっちでも母数少ないんですけど、今年ね、秋競馬の入りは、すごく中山のクッション値を低く作っていたので、まあ、水とか撒いてましたしね、かなり。えー、今週はね、JRA が一体、うん、どの馬に有利になるようにしたいのかなとか、そういうことも考えちゃいますけど、クッション値が低い方が普通は差し届くんですけど、中山の芝1200メートルに関しては、現在の母数で言うと、えー、中段後方の馬がさっきよりね、クッション値高い時よりも不利になると。はい。 で、面白いのが逃げた馬です。逃げた馬の成績が結構悪い。副勝率で言えば高いですよ。高いんですけど、勝ちきれないんですね。ほとんどもう前に行って先行もう高ポジションから競馬した馬が、えー、勝利していると。で、上がりハロンで言うと1位の馬がまあ当たり前に成績良くなるんですけど、 なのでもうあのー、先行して、えーまあ、姉妹もまとめれるっていう、まあ、一番あの理想的な馬っていうところですよねそこの確率が高いところを、まあ、人気サイドでも買わざるを得なかったりしますし人気がない馬でもうん例えば今回のレースでいいポジションが取れると思えばねそこを踏んで買っていきたい、えー、先行する馬っていうのを重視したいというようなそんな状況になります。 で、一応ね、クッション値10.5以上ということで、まあ、中山、普通はこんなクッション値になったりもしますから、はい、ちょっとそこもね、切り取って、9.5以上ってさっき紹介しました、その中に含まれている10.5以上だけ抜き出してるんですけど、うん、うん、まあ、前有利とかっていうのはもう分かるんですけど、上がり3派の1位の馬が0勝なんですよね。うん、で上がり3波の2位の馬参勝してますけど、3位の馬も0勝なんですよね。 はいということで、えー、とこの条件、該当数が、えー、とだから11レースある中で、上がり三波の4位以下が8勝、2着6、3着7なんですよ、もっと言えば上がり三波の6以下の馬が5勝ですよ、2着6ですよ、3着4ですよ、もうそれだけポジションを取るかどうかっていうところにかなりかかってきていると。 それがになっちゃうんですよねクッション値が高いと、もう全然前が止まらなくなっちゃうというところがあるので、この3パターン、結局どういうふうになるのかっていうところは注目しておきたいですし、もう金曜日の段階で、金曜日のクッション値が、えー、今週どういうふうにされているのかっていうところは、かなりね、シビアに見た方がいいんじゃないのかなとは、はい、思います。 え次にですね、中山の芝の1200メートルと、えっと、立東の販路、レース前7日間ですね。まあ、ほとんど追い切り時計になりますけど、はい、まあ、珍しくね、過去に40秒台以下、49秒台以下出している馬もいますが、そこの成績は4頭しかいませんけど、2勝。で、51秒台以下、62頭しかいませんけど、18、4ということで、勝率が16.1、副勝率が35.5、単幅でもまあ、90%、99%、高いですね。うん。で、それ、 ええより上ですね。だから52秒台、53秒台とか54秒台、55秒台、そんな差はありませんが、51秒台切ってきているような馬っていうのはかなり注目をしておいた方が良いという、そういう傾向になっています。次に見本になるわけなんですが、こちらもですね、51秒台以下、53途中743ですね、勝率が13.2、単回数111%もあるということで、そこから上変わらないんですよ。 はい。なので、東西ともに反路がもう早いなっていうね。もう見るからにいい、いい時計だなっていうよりも早いなっていう基準ですよね。51秒台以下って。そういう馬がいたら、えー、結構注目しておいた方が良いコースということになります。 はい、えー、続いてですね、えー、当該コースと先ほどの半路時計の時のラップということになりますが、えっと、関東版の方の成績が良かったりするので、ちょっとあの、えー、勝率の方もしっかり見ておかないといけないと思うんですが、えー、見本ラスト、原則ハロ論12秒台とかは、もうこれは穴が入っているだけなんで、勝率が4.4%で、単回数196ということは、もうあの穴がね、 どんってしちゃってるだけなんですよ。なんでやっぱ加速ラップですよね。1波の12秒台の加速ラップ、2波の1波の12秒台の加速ラップっていうところはすごくいいし、で、最後の1波の11秒台の加速ラップ、当該数7しかありませんけど、まあ、成績いいとえ。なんなら、えっ、ー、と、減速してても11秒台が入ってる三保の馬っていうのはかなり注目しなきゃいけないなっていうのが上半分でわかるという感じですね。で、立党に関しても、もうあの見ての通りですよね。 シマ 1>, 1波論のみ12秒台の加速の、加速ラップの勝率が10.2の、二ハロン12秒台の減速が勝率2.2。うん。えー、っていうことになってしまっています。ここが大きいですね。で、二ハロン1波論12秒台のところの勝率はそんなに良くないんですけど、えー、あの、良くないっていうかあの、ラスト減速とね、そんなに変わらないんですけど、シマ1波論11秒台こっちもいいですよね。はい。えー、単、えー、回収115。 うん、でリットのラスト原則で11秒台があるのも、まあ、やっぱり、あのー、復勝率も高いということもあるので、東西、似たような傾向ですね、11秒台のラップがある馬チェック、プラス、えー、加速ラップチェック、うんで、さっき出したみたいに全体時計が速い馬チェック、まずここが重要ですねシンプルに、あのー、当たり前にいいなっていうところが当たり前にいいコースなんですよね。 で今度、ウッドですね、はい。ウッドなんですけど、えー、リトのウッドは、まあ、こんな感じです。まあ、姉妹11秒台、母数少ないですけど、まあ、勝率はいいっていう感じです。はい、でも、反論の方、注目して見ておいた方がいいなっていうところはあって、ミホでもそうなんですけど、姉妹11秒台の、ね、成績、勝率9.4、副勝率28.3、いいんですけど、率的には、えー。回収が悪いというところもあります。うん なんか、なぜかね、その12秒台の方が成績良かったりするんですけど、あの、回収率的に言うと。ただやっぱ、販路重視のコースだなっていうところと、で、ちょっと次の画面で一つね、あの、ご説明したいんですが、はい、この当該コースね、特注調教ケース、皆さん大好きなコーナーなんですけど、一番下のまず黄色いとこ見てください。ウッド追い切り組、これ東西ですね、レース前7日間に販路調教をしていないと、勝率回収が大幅に下がるという感じなんですよ。だから、ウッド一本やりで来た馬って、 よくないんですよね。だから先ほどの表の中でも、えー、姉妹11秒台、11秒台って当然見せましたけど、あん中でも、えー、路状況している馬というのは回収が上がって勝率も上がるんですよね。はい。ウッドしかしてない馬っていうのは下がってしまうっていうところで、やっぱりだから販路が基本的に重要なコースであるという感じになります。で、えっ、ー、と、上から行きましょうか。えー、中山の芝の1200メートルですが、 はい。リットの半路の加速ラップの馬ですね。で、全体の時は54秒台以下で単素を追い切りしている馬。これいいです。はい。もっと早くてもいいんですけど、まあ、ここは広く持ちました。はい。えー、加速ラップの場合は54秒台以下でも全然いいです。勝率が11.5%、単外視189%で、見本の加速ラップ。 ま、原則ラップ先ほども言いましたけど、どっちでも11秒台があれば買っとくべき。これトータル消滅25%、単回数140%で、見本の反応の加速ラップで全体時には54秒以下。これもね、ちょっと甘めにはしてるんですけど、勝率が10.9、単回数140ということで、ま、さっき紹介したね、反論がなるべく早い方がいいっていうところと、ま、加速ラップっていうところを組み合わせて、あの、 長くね、ある程度の母数持って買っていくんだったら、この3つのパターンっていうのがいいなって。まあ、特注の特注は真ん中ですね。11秒台があったら買っとくべきっていう。単回収が140%なんで、上の立東の馬の189に負けてますけど、でも、えー、僕としてはこの真ん中のものが、えー、最上位だ、と。はい、思ってます。最上位だって。えー、なんか言い切っちゃいましたけど、えー、なんか独裁者みたいになっちゃいましたけど、最上位だと思っております。 はい、ここからは気になる馬のコーナーです。サンライズオネストまずダイヤメジャーです。はい、えー、クッション値が高い時に好成績ということで、えー、冒頭にご紹介したダイヤメジャー三区なんですが、サンライズオネスト自身はねクッション値問わずバンドの結果だと思う出してるんですけど、えー、昨年末にオープン入ってから、えー、富士ステークスオールカップ、えー、ここがですね、えーまあ、クッション値が低かった時に軽重版に乗れなかったと。 ただ、この中山の芝千2 0 0メートルでクッション値9.9のカーバンクルステイクスを勝利していると。クッション値9.8の半球杯でも勝っていると。はい、で、クッション値7.0の高松宮記念で惨敗していると。うん。で、クッション値点、えー、5の、えー、クラマステイクスで4着。で、前走9.1のセントールステイクスで0.6との3着ということで、クッション値が高いときの方がね、あの、結果がまあ、良くはなってると。 万能は万能なんですけど、そっちの方がいいなって感じですね。着差も小さい。はい。っていう感じです。なので、えー、今回クッション値が高い中山競馬場になってくれればね、ダイアメジャーの相性のいいところも含めて、プラスなんじゃないのかなと思います。で、23日の金曜日に反路で15.3、12.7、11.9、12.4のね、11秒台ありのラップを記録しています。うん。で、えっ、ー、と、サンライズオンネストって、あの、追い切りではあの反路51秒台、50秒台すら出してくる馬なので、 えー、その点、かなり、ね、注目ですね、先ほどの,あの調教の話もしましたけど、すごく、ね、その辺あの反論の時計がいい馬の好成績っていうところに入ってくる可能性が結構高い馬であると。 はい、しかも、追い切りの時ですね、レース前7日間の中の半路の時計の中で、11秒台アリラップで出てきた時ですね、これ、4戦して馬券街が、えっと、重馬場だった高松の宮記念だけというところもあります、なのでクッション値が高かったら、じゃあどうですかというところもありますからね、かなり僕はね、サンレズ・オネストは注目してますね。 でえ、次に、ラビングアンサー。はい、これもダイオメジャー3区です。えー、8歳になり、八歳になりましたというか、もう9歳がもう目前ですわ。えー、なんですけど、えー、まあ、決めて健在どころかね、もう磨きかかってきてるなという、なんかもう、いぶし銀の達人の域に入ってきてるなという感じですね。うん。で、昨年も今年も、あがりさん派の5位以内率が100%。 ですで。キャリア39年で、32回が5位以内なんですよね。上がりさん、あの、まあ、すごいですよ。それでも全然勝てない、馬けんに来れないのは、やっぱもうその、極端に後ろからしかいけないからなんですけど、でもね、この手の馬ってやっぱこの、なんだ、その、高齢ば高齢な年齢になっている馬であるっていうこととか、その、金層の成績とか、あんまり関係なくね、怖いですよね。そういう決め手を持っている馬なんで、前が止まりは来ちゃうし、いつもより本当にね、 あの、ちょびっと前で競馬できてね、同じ競馬ができりゃ、もうそんだけ、あのー、すぐ勝っちゃうような、ね、そういう結果ですからね。はい。で、中山の芝を1200メ、えートル、クッション値発表後から4000してるんですけど、着差見るとすごく面白いんですよね。クッション値9.3の時に0.9差負け、えー、9.4の時にも0.9差負け、9.7の時0.5差負け。はい。で、9.9の時0.4差負け。で、上がりもクッション値が9.7と9.9で1位3位なんですよで。クッション値が高い時の方が、 あのまとまったいい走りをしているっていう感じなんで、えー、これもクッションしたかければ、ダイヤメジャーっていうとこの相性のプラスもあって、あのー、面白いなとは思いますね。 はいえー、次にロードカノラサ3区のファストフォース、えー。クッション値が低いんだったら、えー、ロードカノラサ3区の一撃が怖いということでね、えー、ご紹介してますが、ファストフォースに関しては、まあ、前走久々の構想でセントールステークスの2着となりました。で反路で動けているときは構想率が高い傾向になる馬でもあります。えーまあ、それ以前に前にポジションを取れれば力が出せる馬っていうところもありますけどね。 で過去、中山ではスプリンターズステークス、オーシャンステークスと、勝ち負けには遠い競馬しちゃったんですけど、どっちも割と中段目からの競馬になってしまったと。はい、で、クッション値が低いと逃げが潰れて、差しも届きづらく先行した馬が残ることが多い傾向のあるコースだけに、まあ、あの、前走みたいな競馬を、うん、うん、あの、クッション値低い、低くなったとして、えー、前走のような競馬ができたら面白いなと思いますね。 はいえー、ダイアトニック、こちらもロードカナルアの3区になります、まああの。京都競馬場で7戦して5勝2着1回という、本、ま、当、あ、ね、あのー、京都校舎ドス、はい、もうこれはもうドスと言っていいでしょう、で彼にとってはです、ね、やっぱ京都競馬場の改修が、ね、キャリアに大きく響いてしまったドス、えー、で名前だけ京都ってつく、ね、京都金杯、これ、中京で行われてますけど、今年ね。 はいえー、中京の芝1600メ、えートルで12番人気4着ということでもう京都って名前が入ってるだけでも走りますからね中京でも、はい、そんな感じなんですよでとにもかくにも京都が好きな、えー、男ですがそうは言っても2020年の高松宮記念3着馬ですから力のある馬だなっていうふうにはもちろん思いますうんこれもまたねファストフォースと同じくポジションが前だったらいつ火を吹くか分からない馬だなと思いますしでまあねそのな軽視されてるけど今年の阪急杯の勝ち馬じゃん っていう実績もありますからね、で反路51秒台以下で馬券んなしなんですよね、53秒台以下でも副走率80%あるんですよ、はいえー、超えてるんですよ、反路が速いときに走る馬っていう特徴もあるので、これもかなり追い切り、ね、あの注目したい馬ですね。はいえー、レイハリア、まあ、これ、怒涛の4連勝という時期もあったんですけどね、やや勢いが衰えてしまった感じはまあ否めないところがあると。うん、でいつも、ね、道中は、ね あのいつ見ても、ね、あこれ来るんじゃねえかと一生思うんですけど、直線に入るあたりからね、走る気がなくなった感じになってしまうので、えっと、あの能力どうこうの問題よりも、なんか精神的な部分なんじゃないのかなと思ったりします、もちろん原因わかりませんけど、えー、その部分がやっぱ改善できない限り厳しい競馬が続きそうだなっていうところですね。 調教と、えー、この馬の過去の結果の、レース結果のリンクもあまりないので、そういうところから見抜くっていうね、あの、可能性をかけて見抜く、見抜こうとするっていうことも、ね、なかなかやりづらいというところもあります。はい。で、クッション値が低い中山の芝戦略で走ったことがないっていうところがあるので、まあ、そのケースになった時はね、えー、そのパターンは走るんかいっていうこともあり得るので、まあ、裾広げた馬券買う方はね、あの、 裾のひ、裾の下の方に入れておいても、あの、面白いかなと思うんですけどね。人気もないですし。そして、えー、メイケールですね。ミッキーアールサンク、えー、ま前走のセントールステイクスは圧巻の勝利でした。はい。私は、まあ,あの、馬券から切っておりましたが。えー、全キャリアで7勝 &5 馬券外。もう、中途半端がないですね。勝つか負けるか、えー、勝つか馬券外か。という感じになっております。まあ,あの、気象面のお天場さがかなり解消されて、ただただ強い馬にはなってきてるんですけど、 もちろんね、いつ発動するか分かんないっていうね、えー、のも、当然あの、抱えてますよね。そういう個性もあるので、やっぱもうシンプルにこの、なんだろうな、馬自身の人気が高いアイドルホースも、キャラもできている、実力もある、最高ですよね。うん、あのー、押した方がいいですね。これがアイドルグループだったらメイケールをどんどん押していく、あのー、時期が来ていると思うんですけど、はい。で、えー、メイケールなんですけど、ウッドのね、シマイチハロンが早いほど構想している印象が僕はあるんですよね。 うん。で、11秒台以下だと1回負けただけ、それ以上12秒台とかだともう全敗しているっていう点があるので、これはなんかまあ、その重箱の隅を続くような感じになりますよ。うん。なんですけど、やっぱ人気馬だけにね、そういうところでもやっぱしっかり観察して、人気馬はやっぱり少しでも、一かけらでも怪しいところがあって、やっぱ大幅減点ですよね。うん。 人気がなければないだけ、一つでも欠片でもいいところがあったら大幅加点するっていうのが、やっぱり、あの、競馬の馬券の基本だと思うので、馬券の基本っていうかね、うん、言い方が難しいな。当てたい人、要するに G1 だけ馬券買う人とかは、そんなところ気にしちゃダメなんですよね。当てに行かなきゃいけない。はい。なんですけど、トータルで一年中馬券買ってる我々みたいなタイプは、あの、そうなんですよ。え、人気どころ当てちゃダメなんですよね。はい。当てに行ったら、あの、おしまいなので、 この、あの、この職業は。はい。っていう感じになるので、その辺はね、誤解なきようにっていう感じなんですけど、はい。えー、で、休み明けの自走で全部馬券外という点に関して、えー、ここをつついてる人とかもいるかもしれませんけど、これに関しては僕ね、言うてスプリンターズステークスの4着と、4着と、高松の宮家の5着なので、そんな G1 で掲示板に乗ってるっていう点は、もうそんだけでもすごいので、はい。あのー、とんでもないことなんで、G1 レースまで出てきて、 ねえ掲示板の,あの電光掲示板にあの数字が出るっていうだけでもとんでもない結果なんですよ。うん、あの競馬ファンの人たちのハードルが高いだけで馬に対しての。ねえー、例えば日本ダービービ着とかで すごいことじゃないですかもうなんですけどやっぱね1着の馬っていうのはすごい称えられるけど2着の馬っていうのはなんか評価されないとかってありますけど2着どころかもう掲示板もういやもう別に1秒差ぐらいだったらもうみんなね g 1の1秒差の馬なんでもうみんな名惑ですよはい僕から言わせればうんなので、えー、気にすることではないと思います。はい はい、次、名村クレアこれもミ三ー荒れ3区ということで、桜、ま、花、あ、賞3着馬が、ね、さらに力をつけて参戦してくると、えー、函館スプリントステークス勝利、まあ、これ50キロ、前走北九州記念3着53キロ、金量うんもありますけど、 それ以前も崩れてない馬ですからね。はい。えー、阪神ジュベナルフィリーズの5着以外は全て化けない。っていうことは、えー、キャリア全掲示板内と。まあ、ハイレベルで堅実な結果を出してきている馬もうこういうのはそう簡単に、ね、そんな結果を出せるもんじゃないので、もうあの、現時点ですごい馬だと思います。はい。で、えっ、ー、と、先行しても問題ない、えー、刺しても問題ない、どういうところからでも力が出せる。うん。で、えー、万能であると。クッション値も問わない。えー、しかも勝利してるのが1200っていうところでね、えー。そこも特徴的なんですけど、 あとこの反路が速い馬であることも後押しできる要素ですよね、1周前に、ね、49.7秒出してるんですよ、反路で、でしまいに反路が11.8、ね、11.5 11. なんですよね、もう並大抵の馬じゃ出せないような時計で来ているので、まあ、追い切りも期待、まあ、こういう時計出しちゃうと、追い切りで緩めるかもしれませんけど。 まあ状態が良くてガチで来るなら、まあ49秒台はないにしても、50秒台、51秒台でしまい、ね、これで11秒台のラップが入るような追い切りをしてくる可能性も十分にあるかなと思います。その場合はもう状態が相当いいんだろうなという感じですね。で、でえっと、結局メイケル・エールとナムラ・クレア、まあミッキー・アル・サンクの争いっていう見方にもね、すごく注目が集まるレースにはなりそうですね。 で、えー、シュネルマイスター、はい、NHK マイルの王者マイルチャンピオンシップで安田記念に2着で海外をも経験した、もうすす、ねえー、すごいですね。すごい馬ですよ。はい。で、シュネルマイスター初の1200戦。で、えー、初の1200でスプリンターズ・ステークスの勝利を目指すという感じでしょうか。はい。で、海外以外では3着を外していないシュネルマイスターなので、まあ問題になるのはやっぱ1400も経験していない中で1200の、まあ、頂点争いをするほどの対応ができるのかという点ぐらいですかね。うーん。 むしろ長い方がいいんじゃないのかとか思ったりもしますし。はい。で、クッション的には9から10以上も経験してます。で、結果残してますので、まあ万能であると。えー、なので、まあ、例えばまた雨が降ってクッション時8台になったりとかね、水巻き散らかして8台とか急に低くなってたりすると、初の戦略で初のクッション時8台とかね、ちょっとそれは不安かなっていう感じですよね。それだと変えづらいんですけど、そうじゃなければ、まあ能力はもう、 別に距離対応できりゃ、えー、上位争いするんだろうなってぐらい強い馬ですからね。強い馬ですからね。はい。で、ただ、あの、別にここ全力で無理しても勝ちたいっていうこともない馬だと思うので、まあそこですよね。その辺のモチベーションの感じっていうのは結構、まあ状況とかも見ながら見抜いていかなきゃいけないですし、うん、まあちょっと、あの、扱いづらいとこですよね。 はい。で、ナランフレグ、えーまあ、安田記念ではね、初の芝マイル戦で9着上がり3ハロー7位だったんですけど、まあ、大外っていうことも響いたかなとは思います、えー。1400メートル以下でね、不発知らずの追い込み場ですが、あの、今年の高松の宮記念の覇者なのにね、主役の座をなんかすでにメイケールに奪われてるあたりっていうのは、むしろ馬券的には美味しいっていうふうに見た方がいいんじゃないのかなと思います。はい。 クッション値的に見ても万能ですよね。高松宮記念ながら7.0で勝利してますから、からオパールステークスから高松宮記念までの間、クッション値7から10.1までで勝利して、えー、経験してすべて馬券内になっていると。オールマイティーですよ。はい。で、あのー、そのオールマイティーな結果を臨機応変に馬場状態とか展開に合わせるんじゃなくて、ただもう我が武器、差し出し、決めてっていう、自分の一番尖ってる武器だけでこなしてるっていうのは、 それはすごいことですよね。それはあの一つの強さだし、うん。やっぱそういう馬っていうのが大きいところを、まあ勝てる。う王道の競馬ではないけど、うん、王道の競馬に立ち向かっていくのってやっぱこの一つになんか引いてたものがあるっていうところだと僕は思うので、ナランフレグはそういうものを持っているなと思います。はい。えーで、だからもっと評価されるべき馬なんだろうなと思うんですよね。うん。なんですけど今回はまあ一番人気になることもないでしょうから、すごく飼いやすいなと思います。で、コースの特徴的には、だから、 うんクッション値がねそう、下がってしまった時に、えー、後方からの馬が案外来れてなかったりするところもあるので、案外高めの方がもしかしたら、むしろいいのかなっていうふうにはね、このコースに関しては思うんですよね。うんまあ、クッション値低くても上がりさえ、ね、上位だったら別に問題なかったりするんですけど、 そうですね、クッション値9.5以上の方がね、後方からでも届いてる割合は高いので、まあでもそういうところがあんま関係ない馬でもあったりしますけどね、あの、そのもう、あの、決めて、決めて特化型なので、はい。なんで僕はすごくね、あの、この馬気になってますね。 で、マリアズハート最後になります。えー、能力的にはかなりしんどいと思いますけど、コース調教特注として、ミホノハンロラップで、あミホノハンの加速ラップで全体時計クリアの形、あのまあ、この動画の真ん中ぐらいで紹介したコース特注調教の条件のうちの一つですけど、その時計の形がそもそもマリアズハートは定番なんですよね、この馬のね。この馬のいつもの形みたいな。っていうところがあると。で、今回にかし関しては、当然追い切りが終わ,終わるまでね、確定ではないですよ。ないですけど、 この、一応マリアザハード一応11秒台ラップも出したこともありますし、なので、見ホで11秒台のラップありでのさらに反ロ時計的な部分もクリアして、コース特注のダブル該当みたいな可能性も割とあったりするんですよ。はい。そうなった時にはもうあの、大穴候補ですね。うん、なかなか僕も週末11ベッドで3頭に絞る中で、 あ難しいところではありますけどね。で、今週末からやっぱりあの G1 といえばもう今年の上半期見ていただければわかる通り、うちのね、あの、コンテンツのね、テイクアップアームズの指数ですよ。TUA 指数とアームズ指数を買っとけば、もう正解だったっていうね。多分もう段違いであの、世の中の競馬のウェブコンテンツとかの中で、今年の上半期の G1 だけで言ったら多分もううちが、うちが出してるものが多分日本一だったと思うぐらいの成績を出してますけど、うん。なのでその指数も使って予想するんですけどね、秋 G1 以降は。 週末の予想でね。えー、なんですけど、それで指数が低くても、ダブル該当になってしまったら、マリアズハートを入れざるを得なくなるかなっていうぐらい、そういう可能性もあるっていうところだけはね、あのー、ちょっと気にかけて、置いていただいて、でき、あの、僕があの、追い切りの動画でもアップしますけど、それ以前の段階でね、あのー、まあ、お時間ある方は、ちらっとマリアズハートの反路時計とか見ていただけると、ちょっとこの話を元にしてね、楽しんでいただけるんじゃないのかなっていうふうにも、はい、思います。 はい。そんな感じでお届けしましたね。えとりあえずまずはスプリンターズステークスの対策をアップいたしました。で、今週はもちろん、追い切りも、追い切り判定もアップしますし、えっと、一本前の動画ではね、えーまああの雑談風味でしたけど、最後にポートアイランドステークスの気になるあ僕が買う予定の馬も紹介してますし、えテ、ー、TikTok もバンバンアップされますし、シリウスステークスに関しては TikTok で時間があったら予想アップしようかなと思ってます。YouTube ではやらずに。はい。で、あとは、 え時間に余裕があれば、外線文章の事前見解かなもしたい。えー、外線文章の予想はもちろんしますということで、まあ、目白押しになります。はい。えっ、ー、とま、まあ、9月、割と調子が良かった。で、先週もね、えー、好調だったということもありますので、はい。えー、で、G1 に入っていけるっていうところもありますからね。ちょっとこの秋、うん。 またいい結果が残せるように頑張っていきたいなと思っておりますし、まあ、あの、見てらっしゃる方もね、先週、まあ、G1 になるから、あのー、競馬を、馬券買うっていう方もいらっしゃると思うんですよ。うん。そういう方が、まあ、うちのチャンネルとか初めて来て、先週の予想を見て、お、なんか調子良さそうだな、乗ってみるかっていう方もいると思うので、はい。えー、その代わり、そんなに置きに行く感じではないと思うんですよ。冒頭にも言いましたけど、ね、あのー、僕、去年のスプリンターズステークス、 えっと、今手元でね、えぇ、ー、あーあー、しまった。ちょっと画像が出せませんけども、えっ、ー、と、はい、えー。去年は柴味本命してますからね。うん。で、その後、キルロードも取ってますからね。そういうことをしているので、まあ、これはもう、えー、この短距離 1200G1 に関しては、これまでの視聴者様とかも、うん、おそらく一頭穴入れてくれよと。<laughs> ね、そこを期待してると思うんですよね。これが続いてるわけですからね。はい。 ということもあると思いますし、えー、もう二重丸が別に最低人気でもみんな怒んないとは思うんですけど、うん、でもまあちょっとどういうふうにするか、まあバランス考えて予想しますけど、あの、きっと、うん、あのー、この秋の G1 とかずっと予想を見ていてもらえたら、あのー、 良かったなって、見てて良かったなって思えるようなレースが何個も出てくると思いますので、はい。そういうようなね、多少は自信を持って、えー、自信を口にしてね、えー、予告してやっていきたいと思っておりますので、はい、ぜひチャンネル登録してもらえたらなと思っております。はい。まあ、その他ね、高評価、低評価というのは、はい、えー。ご自由にしていただければなと思います。はい。低評価じゃないや、高評価はね、あの、応援の気持ちでというところで押していただければなと思いますし、はい。えー、低評価に関してはなんか、 そうですね。なんかストレス発散とか、そういうことに使っていただけてもなんかいいかなとは思うんですけどこういうこと言っちゃったらストレス発散にならないかもしれませんけど、はい。えー、まぁ、あ、低評価っていうのはね、表示できないので、残念なんですけど、でも毎回ね、あのー、そうですね、えー、2、3個ありますよ。うん。でも多分少ない方だと思います。こういう世界では。はい。<laughs> なんでね、あの、別にあの気にならないんで、全然あの、低評価っていうのも、 実はアルゴリズム的には結構ね、プラスになったりしますしね。はい。なので、全然、あの、OK ですし。はい。もちろん、高評価が一番嬉しい。チャンネル登録が一番嬉しいんですけど、はい。低評価つけたいなと思ったら、あの、本当に迷わずね、つけていただければなと思います。ノーリアクションでいられるのが一番悲しいのでね、配信する側としては。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ今週もだからあの、動画予想とか、いろんなも目白押しなんで、はい。YouTube も TikTok もぜひ見てください。あと、ブログとかもね、アクセスしてもらえればと思います。ということで、竹内でした。バイバイ。